前回じゃ疲れてんだ。いや、もう、昨日、そうですね。で、今日も、まあ、とりあえず、あっちゃんと話さないとなと思って、とりあえず2時間ぐらい寝て、仮眠して、今起きまして。何時に帰ってきた？2時。夜中に。新宿に？いや、新宿じゃない、夜中の2時に自宅に着きました。だいやいから、やいやいや、新幹線止まって。ああ、新幹線は、朝から動かなくて、それはいいおう。ですよね。いろいろとちょっと観光でいろいろ神社回ってて、うで、まあ、新大阪あたりとか、その、梅田あたりの神ん。社、面白い神社があったから、それへん、回って、で、夜帰ろうかなと思って、夕方帰ろうかな、動いてるんだろうって、まだ動いてなくて、で、なんか、今回は絶対動かないらしいっていうのが分かったので、じゃあ、まず、名古屋までは動いたんで、名古屋までは行っうん。で、て、名古屋から東京までバスで帰った？違います。名古屋から今度は浜松まで電車で乗って1時間半かけて浜松まで行って、で、浜松から今度は、新幹線がやっと動いてるから、新幹線乗って帰ってきたんですけど、基本的にすんごい行列の列で、まあ別に正直今日そこまで緊急な用事じゃないから、止まっててもよかったんですけど、子供もいるしなーって、子供にも会いたいしなーと思って、それで。まあひどい目に遭いましたな。まあ別にひどい目ではないんですけどね。ただ、これすごく今日のテーマに挙げたいのが、やっぱりその、日本もそうなんですけど、たかだか新幹線が止まったというか動かない。で、ここまで経済圏だったりとか人間の、要は本質が出やすいのかなっていうところは、すごいね、でも逆に僕、いいことが1個あって、その帰り道、ちょうどの新幹線待つところでね、で、いろいろ待とうとしてたんですよ。そしたら、隣同士になった人といろいろ会話して、2人ぐらい友達できたんで、で、なんか仕事ももしかすると一緒にできそうな感じのことがあったんで、まあ僕にとってはプラスアルファ面白いことが起こったかなっていう感じ。まあトラブルも何でも無駄なことはないからな。そうなんですよ。いろんなだことから、があそれるもから重面要白いんですで、よ。トラブルをどう楽しむかっていうのが大事じゃないああ、そういうですことです。俺がいつも言ってる動画の趣旨はそこですよ。か。です。そこですよね。だから、トラブルの、毎日あるトラブルを、嫌だなって思うのではなくて、何かしらのトラブルをね、プラスアルファすることによっての、経済価値ってあるのかなと思ったら、やっぱり、俺改めて、その、ね、AI やってますけど、すごく感じましたもん。あ、AI には勝てないな、これはな、と思って、この状態はな、と思って。まあ、大阪は、まあ、来てもらって、まあまあ、ご苦労様です。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。まあ、お祝いなんでね。まあ、本当に、まあ、どう？面白かったでしょ抹茶の歌がね、抹茶の歌が面白かったです。もう本当に、で、あと、来られてる方々の皆様が個性豊かで、性豊かというより変やろ。変人が多いですね、やっぱり。抹茶の頭とか変人で、あれが、娘さんは自由人だなって思って見ます 俺の偏差がちょっと薄まるよな、あんだけ変な人ばっかおると。って言ったらだけ、お前に言われたくないってみんなに言われそうですけどね。抹茶まあに言われまあ、たくねえよって言って、なんかご一苦労部の人様にで言ごわれざいそうまですしたよ。と。でもな、新幹線も、なあ、あんなんな、もう復旧してんのかな、ほんで、あれな。いや、まだ朝復旧してんのかな。もう復旧してると思うよ。まあ、日本そうではすああいうの早か。いんでね、対応がな。あれ、インドやったら1ヶ月止まってるから、インドやったら。さあ、じゃあ、地球のニュース行きましょうか。いやー、もうすごいぞ、ほんとすごいよ。もう、陰極まって陽に転ずみたいな。そうですね。もう俺ね、昨日、日曜日あいちゃん大阪来てもらったでしょ？あの夜寝てないからな、もう忙しすぎて、あのもうニュース。もう世界中見てるから。本当だ。もう全線で運転再開されてますね。本当だ、本当だ。すごい、すごい。ちょうど、あれでしょ？システム障害もあったりな、全世界でな。クラウドストライクとか、まあまあ、ビル・ゲイツちゃんとかやわな、マイクロソフトな、とか。もう、で、ねえ、だっけ、昨日はバイデンもやめますとかな、もう次出ませんとかてね。か、だから、バイデンさ、それさ、本当にさ、あいつ卑怯だよね。い要や、それは、どうでもええねんけど、このためまにやあ、ハれリんスだよ、なとんのこかどうなんか知らんけどな、ハリス出すんか、まあ、どっちにしても、もうあがいてるだけですからな、あれな、シナリオですから。あれはねえなと思いましたけどね。なんであだのから、タイミングであいつ言ってるの?みたいな。まあ、本当、地球のニュースとしてはな、トランプとバイデンの討論会あったでしょ？前、大統領。あっこから一気なんですよ。もうすごい動きしだしたからな、これ。そうでしょ？
ドナルドさん、ちょっと撃たれてみたりみたいなやつとかな。はいはいはい。で、ヨーロッパはヨーロッパで、オルバンと、あの、イタリアのメローニさんなんかすごい動きしてるからな、今もう。本当ですよね、うん。もう EU から出るぞっていう勢いやからな、あれ。スロバキアとか。おらおらおら、絶対おら。NATO から出るぞ。でね、これいつも言ってるようにな。はい。トランプさん出てくるでしょ？はい。な？はい。アメリカブリックス行くん違うかなと思ってんねんな、俺。アメリカブリックス行ったらどうなんねやろ、みたいな。ちょっとほんまにありえない。逆にそのブリックスに行ったらどうなるんですかね、逆に、ね。いや、もうどうもこうと。はい。だからそれはならんけど、あの、うん、ロシアとアメリカっていうのは2極で置いとかなあかんからな。はい、はい。それはないけど、うん、ないんやけども、どっちかっていうとブリックスと考え方は一緒みたい。うん、ああ、なるほどね。うん。だから、取り残されたんが、だからイギリス、はい、フランスみたいな話になってくるんですよ、結局。ああ。イギリス、フランスみたいな。オランダも結構動き出してるから。横組なんですね。なるほど、なるほど。そう。だからドイツはドイツで多分あれも出ると思うんですよ、もう。なるほど、なるほど。うん。もう EU に頼っとったらドイツ足引っ張られるばっかりなんで。うん。だから、ねえ、これから、その、もうドルがダメになる。うん。9ドルがダメになる。で、イギリスポンドもダメになる。で、当然カナダも。あまあ、あ、そうか。だから、イギリス、フランス、カナダぐらいかな。あ、はいはいはい、日本、岸田と。はいはいはい、イギリス、フランスと、うん、カナダに、岸田と。はいはいはい、残ると。ただね、これずらっと見たらわかるけどな。はい。G7 って言われたとこって、はい。まあ、イギリス、スナクはもう落ちたでしょ。はいはいはい、で、フランスのマクロンはまだ残ってるけど、もうあれ、はい、2回選挙やって、ちょっと詐欺みたいな選挙やったわけよな。あそこ2回やるからな、選挙な、はいはいはい、うん。で、2回目はなんかちょっと、ちょっといじくったと。な、はい、やり方変えたって感じですよな、はいはい。で、また残骸残ってるけど、もうこれはもう無理ですよ。でね、はいはいはい、そこへ、あと、その残ってんの何やったっけ、ドイツでしょ、はい、ね、あそこももうそろそろもう EU から出ようかっていう話になってくると思う。もうショルツも終わりやから、ショルツも終わりやからな、あれ。なるほどね。ほんで、あとカナダのトルドおるでしょ、うん、あれも選挙ですよ、カナダもな、はい、もうすぐ、うんうん。あいつも落とされるんですよ。うん、うん、そう、うん、この秋に岸田も選挙でしょ、うん、あれも落とされるんですよ。なるほど、なるほど。だから G7 の首脳が全部おらんのですよ、もう。いやー、もうおるやつは。潰れますね、本当に、ね。だから残るのはメローニさんなんですよ、うん。あの人は本当にしっかりやってるんで、メローニさん。だからメローニさんなんかもうインドにすり足、うん、すり足で寄っていってるみたいなな。うん、だからね。もうほんと勝負あり、うん。うん。完全に敗北ですよ、もう。で、その敗北とともに、そのアメリカもバイデンあの調子で敗北になったでしょ？うん。アメリカも敗北ですわ、これ。うん、でしょ？うん。みんな敗北していきますね。でしょ？うん。で、敗北したところで、システム障害みたいなやつとか、うん、な、やってんのよ、これ。うん。なんだかね。だからな、俺な、思うけど、うん、まあ、マイクロソフトも取り壊し、うん、うん、取り壊しですわ。だから、Windows がその全世界を制覇するみたいな、うんうん、だから、Windows と Mac だけの世界、OS が、うんうん。っていうのも、ちょっとこれ、続かんと思うんですよ、もう。うん、もうロシア製とかな、うん、あとは日本のその、トロンとかな、うん、あのあそこで御巣鷹山で落とされたでしょ、日航機、うん、123便な、うん、あの時のトロンの技術とか、うん、ああいうのが出てきてね、やっぱもうちょっと多極しっかりしていかんと Windows、うん、Mac だけって怖いよ、こういうことになるんですよ、うんうんうん、あのクラウドストライクっていうのはあのサーバーはウクライナにあるからな、あれ拠点、うんうん、だからあれ牙城崩されていってるんですよ、うん、うん、最後の、うんうん、だからクラウドストライクのサーバーとか、はいはいはい、Windows とか、はいはいはい、ああいうシステムも一回破壊されていくと、うんうん、だからちょっとね、日本の場合もそういうシステム障害的なことが、俺前から言ってるように ATM 止まったりとかな、うん、だから飛行機飛べませんとかな、うん、ありとあらゆるそのコンピューターで管理してるやつ、はいはいはい、こういうこと起きると思うよ、ちょこちょこ、ね、見ない人はそうなってきますよね、そうですよね、うん、だからあまりにもこうやっぱバックアップは取っとかなあかんけど、うん、あまりにもこういうのに頼りすぎる、あ、そうですね、うん、うん、だからこれあれアップルかって何あるか分からんからな、これ本当
確かに確かに。それはそうですね。だから、あれと一緒ですよ。ツイッターが X に変わったようにな。だから、イーロン・マスクがええもんやとか悪いもんやとか、そういう話じゃないし、イーロン・マスクっていうのももう、あれももうおらんと思うさ、本物は。うん。あれ、偽物やと思うさ、今のも。もう、なるほど。だから、もうありとあらゆるもんが全部偽物に入れ替えられる。いや、まあ、思考も入れ替わっちゃったところで、ね。そうも終わってるってことですわな。だからこれ、最後の取り壊しっていうかな。そういう感じ。まあ、次元装置もついてるかもわからない。自爆装置。人間は思考って変わっちゃうからね、すぐね。そうそう。それはいけないよね。本当、ね、陰極まって陽に転じたって感じですよ。ただ、普通の人がこの動画見てないような人にはわからんのは、陰の真っ只中に見えてしまうんですよ。要は、正面の言われてる情報にしか見えてないからってことです。そう、そこでは陰の真っ只中に見えてるけど、陽に転じてますよ、完全に。そうですよね。だからもう完全にその覚醒が終わって、覚醒の後の破壊ですわな。本当そうですよね。破壊の最後のところですよ。で、次、再生をもうさ、こういう動画いつも見てると再生始まってるって感じだろうな。そんな感じになってんのかな、今。そうですね。まあ、だから、目に見える感じではあと2年ぐらい何これみたいなことがまだ出てくるんですよ。何変化があるのってことですよね。そう、暴露してるってことですからこれ。そうそう、今までやってたことを全部表に出していってるってことやから。どんどん表に出していって、こんなことやってました、あんなことやってましたから。はいはいはい。まあ日本も出てくるぞ。まあ今静かやけどな、はい、もう黙りこくってるやろ、まあ、多分何もできないと思いますが、もう財務省なんて相当ビビってると思うぞ今。俺どうするって言って、まあでもそれは自分たちが選ばれてたところはしょうがないよ。自民党、自民公明、公明も合うてやなこれ、はい、自民公明、うん、まあ与党ですわな、はい、で財務省、うん、であと厚生労働省、厚生労働省、はい、もう相当ビビってるぞこれ。トランプ出てきたらこれ全部剥がされるからこれ。ビビってるっていうのはその俺ら大丈夫かなみたいな、そんな感じなんですか。いやもうアメリカの支持がなくなるわけですから。お前ら勝手にやれって話だから。なるほど、うん。アメリカさんの支持なかったら何も動かれへんから、あれ。はい。どうするこれってなるよ。で、そこへ来て、米国債、9ドルの米国債踏み倒されるわけですからな、これ。な、ほんで、また未払いあるぞ、お前とこって絶対トランプだから、あれ。だから、あの人ずっと言ってるんですよ。日米安保のね。米軍日本に置いてるでしょ、はい、な、核の傘とかわけわからんこと言うてな、金儲けして。はい、あれのおもり代、うん、おもり代の未払いあるってトランプ昔からはっきり言ってるんですよ。資料あるぞと、お前んとこと。取り立ていくからなって言ってるからな。これは確実に取り立てされるからな。あ、取り立てされるんですね。うん、それはどういう形かって言ったら、うん、ドル暴落ですわ。なるほど、ね。踏み倒されんのよ。なるほどね。で、プーチンも言っとったから、うん、日本の未払い返せって言って、プーチンもあるらしいぞ。未払いが日本に。日本まだ払ってない金があるぞと。過去な、日露戦争の後な、はい、一応形としては、ロシア負けたわけですよな、あの時日露戦争が、はい。日本買ったわけですよな、はい、イギリスの金と武器使って。あの時に、ローマの法王朝の金な、はい、金塊な、はい、あれ運び出して大阪持ってきてるからな、あれ。ん？あの時の軍部はな。ん？そう、帝国陸軍な。あれ、ちょっと返してもらわなあかんな、そろそろっていう話出てきてるから。早く返せそう。おい、ちょっと、おい、ブーチが出てくると思うぞ。おい、ちょっとお前、昔のあの時のちょっと金塊返せと。これもあると思うし、ねえ、もう生産ですわな。うん、日本が生産へ向かうと、そういう話ですよ。うん、一回きれいにしようかと、ご破産やと。ね。で、世界の話がいこうかっていう話ですよ。うん、はい。もう世界はね、もう言うことないですよ。もう完全に陽に転じたって感じですよ。うん。なるほどね。さあ、あとは敗戦処理ですわな、これ。日本最後やから、ちょっともうちょっと長いけど。もう、まあ、それはゆっくりですけど。うん。やっぱりでも。まあ、あと経済的なところで言うと、ドル円はもう確実に円高いくからな。うん。今度はね。円高へ、怒涛の円高っていう感じちゃうかな。今、円安から円高にこう上がっていくとか、うん。
そうです。もうバイデンアウト、ハリスもアウト、民主党アウトですから。もうトランプ確実になったら確実に円高ですよ。あれだけはっきり言ってるから。ドル円は円が強すぎるんやと。はい、ね、円高にせえと。ドル安にせえと。トランプ言ってるわけですから。あの人は、ね、メイクアメリカグレートアゲインですからな。そういうことでしょ。そうですね、メイクアメリカグレートアゲインの意味の本当の意味っていうのは、はい、南部のアメリカってことやからあれ南部のアメリカ、うん、南部要は元俺が前からこの動画で言ってる地味なやつですよもっとあ、はいはいはい、製造業とかな車要はそっちの現地の話よねそう製造業の話ですよそうですねだから要は第一産業現場だから第一産業ですよね、はいはい、そううん、そう要は底辺の民衆ですよ、はい、これがもう完全に破壊されたわけですよその製造っていうのがアメリカは、うんうん、でその北部っていうか沿岸部の金融とかな、はい、あんなばっかりにほったらかされたわけよ製造が、うん、地味なやつはアメリカな、はいはいはい、それをもう一回取り戻すっていうのがメイクアメリカグレートアゲインやからな、まあ、本来はだってもともとは製造業から成り立ってた部分もありますから ね、じゃあ製造業復活させようと思ったらどうすんのって簡単でしょドル安にせなしゃあないんですよドルを経済的に安くして、そうドル安に戦闘輸出なんて絶対ダメやからね。あとは入ってくるもの、中国からのその商品入ってくるでしょ、うんうん、あれも関税を大幅に上げると、トランプはっきり言ってるわけですよ、うん。要は自国優先ですよ、結局は。うんうん、そういうことですからね、あれ。そうしたらうまく回りませんからね、うん、だからあれ、トランプが副大統領に一応候補にしてる、副大統領候補になってるあのバンズさんっていうんかな、うん。あれなんかもう典型例ですからな、そういう底辺というかな。うん白人の貧困層、うんうん、製造、地味な製造をやってて、仕事を失って、なんていうかな、もうその工場が潰れていって、その、うん、町ごと廃墟になったとようなとこって、なんも多いんですよ、うんうん。そういうところの典型の人の、での典型の人やかな、あれ、バンさんっていうのは。はいはいはい、だそういう方向ですよ、ねうん。多いですよね、これね。だからアメリカは本当、再生向けて、着実に一歩。一歩出始めたって感じちゃうかな。いいですね。素晴らしい。素晴らしい。いいと思います。だから俺、多分前のプラザ合意みたいな感じでトランプ言ってくると思うぞ。ドル円は50円やと。はいはいはい。まあ、岸田分かったかと。岸田名誉。まあ、岸田もおらんな、もうその時は。あ、そうですね、おらんで。11月大統領選挙で出てくるの1月やからな。はいはいはい、この時には岸田もおらんわな。そうね。さあ、これね。だいぶ新しい時代の幕開けだから楽しい、ね。交渉相手がおらんのちゃうか、日本の中に誰も。ちょっと早く新しい若手が出てほしいけど、それも。いや、ないないない。政治に何かできるってないよ。ないか。ないと思う、これは。うん。いや、政治、何かできるのは本当に一般市民だね。無理ですわ。アメリカとか、ああいう国みたいに。カリスマっていうのが出にくい国ですから、日本は。あ、日本っていわゆる、うん、なんだろうな、すごく、なんだろうな、合理主義というか、縦社会というか、どんなに縦社会がないって言ったら、縦社会があるところが多いじゃないか、政治家って。日本は民衆の方がまともやからな、政治家より。だから、まともなやつ政治家がなろうとせえんからな、大体アホらしい。なったら意味ないと思ってるよね。うん。バカみたいなことやるじゃないか。だから、美味しくないと思ってるけど、海外違いますからね。なったら美味しいですからね。さあ、今日のテーマ行きましょうか、じゃあ。はい。今日のテーマ。いや、今日のテーマも考えてたんですけど、本当なくてですね。あったらやっぱりトラブルを楽しもうってぐらいです、本当に。何も考えなかったよな、ほんまに。はい。だから、ただトラブルを楽しもうっていうのは本当にその通りで、ね。そんなんここにトラブルを楽しもうって、誰が見んの、それ。いや、でもね、みんなね、昨日、まさ、聞いてくださいよ。昨日ガチでね、みんなのことを検査、だから、いわゆる、なんだろう、客観的、俯瞰的に全体見通してたんですよ。まあ、みんなね、なんだろうな、イラついてるというか、まあ、気持ちはわかるんですけど、そんなことでイラついたって意味ねえじゃんと。うん、なんだろうな、ちょっと遅れただけだと、まあ、もちろんみんな事情があるし、あるのはわかるんですけど、たかだか引っこのくな慌てふためくらみたいな話やな。そうで、うん、俺一番ねその時に思ったのは、なんでその従業員とかさ、駅の従業員さんちゃんに俺言わないのかなって思ってて、やっぱりその、うん、やっぱりやってもらってる側でさ、もちろん
原因はそっちにあったとしてもさ、やっぱり感謝を述べないとさ、物事うまくいかないよねってすごく思うんですよ。なんやねん、だからテーマは。テーマは、トラブルを楽しめないやつは、成功しないって話ですよ。まあ、そりゃそうですよ。だから、トラブルを楽しんでるやつほど、要は物事うまくいくっていう法則があると思っていて、それが今日のテーマなんですよ。それをど、質問してくれ、それ言いにくい話になってくるぞ、それ。ああ、言いにくい。だから、まっちゃんだっていろいろと仕事の中でさ、あれじゃないですか。要は、なんか、まあ、なんとかなるんじゃないのっていうふうによく言ってますけど、でも、実いや、際、そんな浮かれてないけどな。浮かれてないですけど、まあ、なんとかなるんちゃうっていうんですけど、やっぱりトラブルいっぱいあるじゃないですか、不動産だろうが、自分の今、コンサルやってる医療系もそうですけど、含めてさ、あと、人間関係もそうですけど、トラブルあるけど、やっぱりそういう時って、まず、何からどう切り分けてやってたりするんですか？楽しむっていうのは分かるんですよ。定義は分かるんですよ。その通りじゃないですか。トラブルを楽しむって定義はよく分かります。じゃあ、気持ちをそうしましょう。具体的に僕はどうしてるかっていうと、まず、客観的に物事を見て、じゃあ、何をどうやって、この時にはこういうことをやれば、なんだろうな、違う目線で見れるなって見え方の目線を変えるようにはしてるんですけど。で、見えるか、そうすると、周りが、そういう人たちがやってくるんで、それでうまくいくことが多いんですけど、まあ、ちょっ全部いいように変換するってだけちゃうかな。と、ああ、要は思考ってことですか？そうそう。ああ、なるほどね。自分次第やからな、そんな。全部いいように変換してしまうと。要は変化した者勝ちってことですよね。それはそうよ。勝ちっていうわけじゃないけど、せんと仕方ないから、どうにもならんもんはどうにもならんねんから。ああ、なるほど。どうにもならんもんはああだこうだって抵抗してもしゃあないからな。A っていう道がダメやったら B か C 選びましょう。楽しいよね、そっちも、みたいな。そんな新幹線がちょっと止まったぐらいで、そんなこと言ったら大地震来たらどうなんの？みたいな話になんの。そういうこ とですよ慌てふね。ためくぞ、それ。だから、なんか結局なんだろう。で、結局従業員さんも夜遅くまでやって、無理やり2時とか3時だったら、今日は無理なんで、皆さん解散してくださいって言えばいいのに。最後まで粘りついててすげえなーと思ったんですよね、ああいうの見てて。だからまあ、震災なんか、天災地変なんか、特にそうちゃうか？これから起こってくるな。本当ですよね。例えば、コンピューター使いませんとかな。まあまあ、そんなス当たマりホ使いま前。せんとかな。まあ、そんな当たり ATM 使前。いませんとかな。PayPay 使いませんとかな。飛行機乗れませんとかな。それぐらいのことで、わー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 言っとってもどうしようもないよ、そんな。よったら、ちょっと山行ってキャンプ行くか、みたいな。そうですよ。だって、まっちゃんの時もさ、釣りずっとやってたじゃないですか。釣りやってる時って、やっぱりトラブルが多いと思うんですよ。やっぱ知らトなラい。ブルだらけよ。だらけですよね。その時のまっちゃん式って言うとおかしいけど、まっちゃん的なその解決方法って、さっき言ってたこと以外に何かあります？なんか、こういう思考を常にしてるとか、自然そ相手うの中で、いう、そう。自然相手で、自然相手です。祈る。祈る。祈る。祈り。祈りなんですか？ああ。それは神に祈るっていうのと同じですか？それとも自分の中に祈るんですか？なんかその祈る定義がいろいろとあると思うんですけど、どこですか？祈り、その祈り、祈り？天に対して祈り、神様に対して祈るんだ。神というより天というか自然というか、自然の恵みに祈りなんだ祈ね。り、でもその祈りでうまくいったケースが多いですか、やっぱり。祈りがなかったら、祈りがなかったら多分何も無理だと思うと、自然は、本当の大自然は。なるほどね。それは成り立まったんちゃとん思う。的になんかそのエピソードとかあります？その中の祈りというふうな、要は結論に至ったってことは、何かしらのまっちゃんの中で定義づけるものができたから、それを断言できると思うんですよね。祈るっていう心が本当になかったらね、抗うんですよ。大自然にな。抗うとやられるぞ、必ず。やら本れるんだ。当に。確実にやられるぞ。じゃあ、その祈るっていうのは常に感謝をするっていうこと、恵みに感謝をするってことですか？それとも、祈るっていうのが、どういう感情なのかが知りたくて。あとで、これって日常。感謝、そうやな。感謝という気持ちが大前提やろな。ただね、ああ。それも受け入れるっていう心ですよ。祈今のりっていう状のは。態を。だから、抗わず全てを受け入れて委ねますという感じですよ。ぷか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 海の上浮いてますみたいああ、なるほどね。な。お任せしますと。すべては天にお任せしますと。この気持ちがなかったら、なかなか厳しいぞ、本当に。もう死にかけん時何回もあるけど。本当に。もうそれしか最後は方法はないんですよ。だから、そういう意味合いで自然をそういうふうに見つめるとな。例えば、空の色とか、
あと風の匂いとかな、海の潮の匂いとか、あと、そのちょっと、なんていうかな、日が暮れた後やったら、星な、天体な。天体とかが、なんていうのかな、よりはっきりわかる。より理解しやすい。だから、命を失わない方向へ逃げるっていうこともできたりするってことですよ。だからもう本当自然の中で、自然と共に助けても、自然に助けてもらうとどうしようもないことが多いですよ、抗っても、機械もんでは。だから、それはまあ、海の上で、なんていうかな、転覆するとかな、漂流するとかな、そういう話だけにじゃなくて、つまんないですね。それはちょっとあんまつまらん話なんで、全部に言えることですよ。だから神との一体化みたいな話ですよ、全部が。ちょっと今日は神様の話になるかな、だから。結局神様なんで神す。様系。神様系ですね、今日は。スピじゃないぞ、いつも言うけど、これ。スピじゃなくて、これは、スピというよりかは、その当たり前のことで、やっぱり、ね、その、すべてを受け入れて、それですべて感謝をして、この出来事に感謝して、前を向いてれば、みんなついてないね。なんで私がこんなついてないよっていう声も聞こえてたんですよ。やっぱり女性同士の話でとかね。電車ああ、の、その新幹線か。新幹線の中で、だから新幹線待ってるところでね。いや、でもそんなこと言ったら、それ言った時点で自分が負けてるじゃんと思った。負けじゃない、自分が。ちょっと大枠になってくるから、ちょっとみんな分かりにくいかも分からんけど、その地球、宇宙ってどう成り立ってんのって話になってくるんですよ、やっぱりな。で、やっぱ陰陽の世界なんですよ。まあ、そうね。プラスとマイナスそれはくっついてるやつのね。世界なんですな。もともとね。そうじゃないと成り立たんのよ。陰がなかったら陽もないし、陽がなければ陰。太陽があれば月があるよみたいなもんだもんね。そう、明るいとく、あ、だから、明るいばっかりやったら暗いもないわけよな。ねえ、そうだね。そう成り立ってるんですよ。でね、もともとは全体一つなんですよ。ちっちゃいポチから始まってるから、無から始まってるから。それがこう細分化していって、まあ細分化っていうのはまあ神という意識みたいなものがあるんならそれがこう、なんかちょっと、ひたすら明るいばっかり、ひたすら明るい、完璧な状態ですわな、だから。もう完璧、完全な状態ですよね。明るいだけのな。この状態だと、面白くないでしょ？神様。だから体現したいっていうか、なんかそう、相対比較でしょ？生まれてくるもんって、やっぱり。感情的なもんって。だちょっと体現したくて、暗いものも作ってみるみたいな。暗いから光が輝くのと同じですよね。そう。逆だに、から、光すぎるそから暗い、だからそれ表裏一体ですもんね、本当にね。裏う。と思ってるね。だから、例えば、太陽のまんまへよ。超強力に明るいところで、ろうそくともしたって、ろうそくのありがたさないやろ。だから要は、ありがたさを、その一本のろうそくの光って、やっぱりそういう意味でありがたいんだよでも、ね。ろうそくの火のありがたさを知ろうと思ったら、真っ暗にならなあかんわけでしょ。そうですね。それを体現したくて神はこう物質を作り上げていったわけですよ。でしょ？ちっちゃくちっちゃく分かれていったわけよ。わーってな。マシューチカっていうかな、あのちゃん。だから日本で言ったら金太郎飴みたいなやつ。どこ切ってもわーっと同じように出てくるみたいな。ああいうふうになってるんですよな。でね、陰と陽っていうのは、陽っていうのはどちらかというと愛の世界ですよ。ね。で、陰の世界っていうのはどちらかというと、この動画でよく前もやったけど、不安？人間の感情の話でいくぞ。そうですね、不安っていうのが陰の世界ですよ。陽っていうのはひたすら明るい愛の世界なんですよ。この両方があるから神様は面白く体現してるわけですよな。っていうことは、神みたいなものがあるんとするならよ。我々は神の子であるんですよ。当然。もうみんなですよ。生きと、何て言うかな、植物から動物から全部ですよ。虫さんからな。すべて神が創造したものですから、これ。ね、分裂していったわ、わ神ーっのと創造の万物分かれですていったもんですから、ちっね。ちゃいポチのとこから、無からね。ってなってくると、人間の感情の部分、ここが一番その地球を変えるというか、宇宙を変えるというか、世界を変えるっていう元のテーマになってるんですよ。覚醒ですわ。だからさっき言った新幹線みたいな話もそうやねんけど、不安とか不満とかみたいな、陰的な、暗い方の感情に支配されると、どうやったってそれあんた何事もうまくいかない。
そうだね。結局、すべてがつながってるってことになりますからね。それを愛の世界に変えてしまえばいいわけですよ。愛なるものの世界になる。昨日すげえ自分でやってて、心得たらその従業員とかに感謝をするってことだよね、やっぱりね。ありがとうって。まあ、それは言葉だけじゃない世界で、言葉になるとまた違うんですよ。まあ、それああ、よくわかるけどね、言ってることが。やっぱ言り、葉になると違う世界になるんですよ、またこれ。難しいな。違うんですよ、それね。やっぱ言葉に変換されると違う変換なんですね。違うものになるんですよ、やっすぱり。でに思ってることだよね、多分ね、そこはね。言葉になると頭の世界に入るんですよ、今度。あね、違うんですよな。ー、ね。すごいだから言語を持ったためにこんなことになってしまってんねんけど、まあそれはしゃあないんやけど、面白い。そうね、そうですね。だから、どう言ったらいいんかな、だから、思考のもとっていうのは感情なんですよ。で、感情って大きく分けると、本当不安と陰と陽しかないんですよ。つまり、不安と不安不満の世界、それと明るい愛の世界みたいな。この2つしかないんですよ。大きなとこまで行くそのと。さとはまだいさずってことだもんこね。れの狭間で揺れる人間みたいいじいな。なんゃとない。なくわかる？いいよ、すごいわかりますよ。とはいえね、とはいえ、こんなひどい世の中な、官僚も岸田もな、とはいえね、こんなひどい世の中な、そんなこと言ったって横から変なこと言うやつが出てくるわけよ、やっぱり邪魔するやつがな。いますね。でも、それでも、どういうふうに、陽の世界というかな、愛の世界を自分の中で、自分の心の中で作っていくかみたいな。どういう付き合うかの問題ですよね、本当にだね。からね、結局はね、もう寄せ付けないしかないんですよ。そうね。フィルタリングをかけるしかないんだよね、もう寄せ付けないんやと。確かに。もうそれしか方法ないんですよ。寄ってくるから。結局だから、フィルタリングして自分のところで守られてる状態でやるしかないから、本当に意気投合した人をね、じ一緒ゃあに。寄せ付けない方法なんですかって言ったら、素直な人。そんなやつだったら寄ってこないんですよ。あんまり変なもん、変なもん。だって、それは分素かる。直じゃない状態やとな、寄ってくるぞ、結構。これは確かにね。だから、でも自分が本当のな、素直になるやろ。もう相手呆れて寄ってけへんからな、もう。こいつどうしようもそれはすないごんいだ分よ。かる。それはすごい分かる。結局、寄ってこれないって、寄ってこれないんだよね。寄ってこれないと思うわ。来れないんだよ。で、そこに境目ができるんで、素直すぎるから。だから負けるんだよ。だ負けから俺はちとまうんじことゃんないけ素ど。直に行こうと頑張ってんねんけどな。は 誰が何を言おうが、誰が何を思おうが、俺はとことん素直に行くぞと。まあいいじゃないですか。でも、素直にいける、もう、技量があるから、それはすごくいいですよね。いや、もうそれしか方法ないんですよ、本当に。ああ、そうしたら自分は自分で嫌でもないしな、それで。自分は自分でそれでいいし。ね。変なもんよ、何か陰も寄ってこないんですよ。素直、陰の世界っていうかな、ああいう、ちょっとなんていうかな、悪霊に取り憑かれた世界っていうのは、ごまかしの中で宿るみたいなな。ああ、ごまかしね。偽りというかな。わかる。言ってることはわかりますよ。鎧を着てる人のところに寄ってくるんですよ。鎧を着てるやつ、なんていうかな、こう、鎧をかぶってるところには憑依しやすいんですよ。結構。ささやきやすいんですよ。でも、素で言ってるところには憑依しようがないんですよ、これ。だから赤ちゃんには憑依しないんですよ、あれ。そう悪ね。霊って。確かに、表意数して、でき、どうやって表現していいか、分析いや、でき、だから不安をかきたてるんですよ。結局、闇の世界で不安をかき立てて、不安そうです、を解消させるために、これをやれって言ってるのが悪の方じゃないですか。そうです。で、そうそう。そうだよね。不安をかきたてていろんなことさせるわけですから、いそうろだ、んな強こ制的とを。に動かせるってことは、そういうことだね。いろんな行為であったり、いろんな考え方であったりな。その根源は不安ですからな。陰の世界はな。面白いですね。不安って面白いなと思いますよ、本当に。哲学で。だから、もう、今までね、俺、素直になれっていうのはもう何十回も言ってるけど、ちょっとハテナマークの人多かったやるけど、今日のこの神様的な話でいくと、ちょっと理解しやすいと思うんですよ。もうそれしか方法はないのよ。ないんね。じゃあ、変わるためにはね。そうだよでね。な、ほんで、素直になればなるほどな、なんかとんでもないやつに周りからしたら見えるんですよな。そうすると、とんでもない人が近づいてきますからね。なんや、こいつみたいな。だから結局、素直な方が集まってくる人も素直だから、結局、素直だから無敵になるっていうのは、
正直いや、思いっきり解放して心開いていくからな、向こうも開かんとしゃあないでしょ、それ。ああ、だって無理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 。そうそう。うん。で、そこで開きたくない人はもうバイ離バイれみる。たいな。そうもういうこ知とにらない、なるバイし。バイみたいな。そんな感じそうです。なるでしょ？はそれが一番いいんですよ、だから。い。じゃあ、確かに。ああ、もう本当にそう、確かにそうよ。そうそう、そうや。そういうことですよ。はい。話うまいこといかんな、これ。まあ、今日僕との、はいえってみんな思ってると思うな、と向こうはも、いえ、と思思っていつつ、ると。とではも、いえ、まっちゃん、そんな、あなたそんな言うけど、てん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 みいたいや、な。でもまあ、とはいえって言いつつですよ。とはいえって言いつつ、これが本質じゃないですか。な本ん質だのけとどこじゃないな。ですか。ただ、本質のことを理解してない人たちが多すぎるだけの話なんですじゃよ。ないとね、どうしても神との対話という神の声は聞こえてこないんですよ。やっ結ぱり、局、直開感はかそうないだけど、と。理屈はそうなんだけど、みんなそのあ理の屈をな、認めようとしてないだけだと思いますよ。天の声を聞こうと思ったら、な、心開かんとな、聞こえんのよ。確かに。あのね、文字でもないし、言葉でもないんですよ。天の声って。確かに。あのな、なんちゅったいかな、体現というかな。映像で見えるというか、体現というか、なんちゅったいかな。感情に訴えかけてくるんですよ。感情にね、なるほど、神なるほど。の子、神の声ってな。大体現っていうんかな。変ね。自分がやってることとか、今起きてる、今考えてることを、頭じゃないな。なんちゅうてんかな。自分の心の内側をこう見つめてると、言葉というよりは、体験じゃないですか。自分の体験がそう勝手になっていくように持っていかれるみたいな。結局、常に、だからな、皆さんね、やっぱりね、僕、昨日、ほら、マッソーの人たちに対して、まあ、マッソーって言うと失礼かもしれないんですけど、他の人と、いや、分析、これだねっていう人が多い。こうね。これじゃなくて、こういかないといけないのに、広くいかないといけないのに、こうなってるから自分の世界に引きこもっちゃうしまうの人が多く、残念なんですよ。それは自分のところに閉じこもるっていうのは、それはただあれでしょ？ガードしてるだけの話でしょ？まあ、ガードももちろんそうなんだけど、ガードしちゃうとガードしちゃうと、それはダメじゃないですか。内を見つめるということは、心解放してるってことですからな、ある意味。まあ、解放してる人に対してはみんな近づいてきちゃうんだよ、みんな勝手に。心解放して内を見つめたら心解放してる状態になるんですよ。そうだよで、ね。解放すると天の言葉って降りてくるんですよな。勝手にね、自然とね、言うこと降りになてるっくてることんですね。よ。で、それを体現してしまうっていう形になるんですよね。それは分かる。そういうイメージになってるんですよ。だから、さっきも言ったように、ちっちゃいポチのちっちゃいとこからブラックホールみたいな形でな、ああいうちっちゃいとこ、無から生まれてるわけですよ。ね、宇宙っていうのはな。ということは、神にみんなが宿ってるわけでしょ。やってみんまな神の子でしょ。す。そうですね。で、その神、そうなると、自分の内側に神がおるってことですから、これ。自分の中におるんですよ。結局だから、自分で感じるって話ですよね。それを呼び起こすか呼び起こさないかだけ。要は自分自身の可能性を感じろって言ってんだけど、みんなやっぱり目の前のこといっぱいいっぱいだから、ダメになっちゃうから、まあそれこそだからトラブル起こったとしても、要はいろんな、解決だとか、ことを見逃さないで、現状の目の前に起こってることだけを文句言うってことだから、目の前の思ってることしか見てないぞ、お前だっていう話ですよね、やっぱだりね。からいろんなこと何でも一事が万事さえねんけど、小手先でになってしまうさ。本質のところに行かないんですよね。だからそれは、ある意味、すごい、今回も、だから、まっちゃんといろいろこれ話してるから、自分の中でも客観的に、こう、自然とね、できるようになったから、いろんな人と、周りのね、だから、お仲間さんと話すことができたんですけど、やっぱり、ね、常に心の問題だったりとか、見切り合い方するだけで全然変わりますよね、やっぱりね。せっかく神がおんねんか内在してんねんから出さんともったいないと思うねんけどな、これ。そうだおね。らん人おらんから、それを封印して抑え込んで悪霊あ、悪霊のままに動いてるみたいな。そうです なんね。ていうかな、物質野郎みたいなやつ。よくある、言われるパターンですね。私は物質だけですから、みたいな。学者に多いけどな。学者ですね。学者はもうほとんどそんなんや、あれ。でも、いいじゃないですかね、本当にね。要は、エビデンスの世界の人ですよ。ビンズの世界ね。なるほど。何でもかんでもその根拠出せとかな。あの世界におる人には理解できない話だと思うよ。いいじゃないですか。神の話なんて。
面白い、面白い。めっちゃ面白い。でもそれをこう、その感覚に慣れた方が、どうせ生きてんねやったらええと思うけどな、俺、お俺前、も思いますよね、と思いますなよ。うん。んか、俺、いつも神が一緒に神と共に歩むみたいな、いいじゃないですか。なんか訳の分からん人になってくるけど、だん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 また。これ、なるほど。スピじゃないからな、本当。まあ、なるほど、確かこれ、に。本当原理の話してるからうん。な。うん。原理やからな、これ。原理うん、妄想の世界の話違うかな、本当やからな。だから消化体みたいなやつ、第三の目みたいなやつを使わんすぎて錆びついてる。もどうう、かね。松ぼっくりみたいなやつな。ううん。あれをやっぱ発動せんと、ん。あんねんから。うん。もっと使う人を増やさないでね。やっぱしりね。か、だからそれが人類の覚醒中軍かな、今回のテーマになってる。ね、新しくなる方の人類。そうですね。はうん、集合意識ですから、やっぱり人の意識が徐々に徐々に変わっていって、その宇宙も変わるっていうことですかな、こいはい。いいれ。ですね、いいですね。素晴らしい、と素いう晴らことしでしい。ょ？さっき言ったように、ポチから始まってるわけですから、無から。そうですね。はい。それの今、バーってエントロピーが増大して、広がってる状態でしょ？そうですね。うん、その意識が、集合意識が変われば宇宙ごと変わるんですよ。宇宙こうごいとう変えた原い理になってな。るんですよ、それ。早く宇宙ごと変わってほしいな。はい。だからそういう原理になってるんですよ、本当手にに。入れてくれるからね。そうですね。うん。でも、この動画いつも見てる人は、ちょっとでも早く知ってもらった方がな。うん、楽やぞ、ほんと。行き方が楽なんで、でも俺もだいぶ楽になりましたもん。やっぱり。この感覚をちょっとどうやって伝えていくかやな。まあ、使どういやって方はいろい伝えていろく。だから、もっと継続的にね、YouTube もやったりもできてるんで、まあ一応最低人数でも200人は見てくれてるんで、アベレージ的に言うと。伝え方のイメージがちょっと難しいんやけどな。そうですね。うん。神が本当というより、神と共に歩むという、なんていうかな、感覚さえ持てりゃ、本当にね、何が来まさようかがトどうっラてブこルのと。話から神を見ろとか神を漏いやいれろ。や、だからトラブルの話がそこになるんですよ。あ、どうってことなんやと、全部と。何が降ってこようが。現状隕石降っ変わてんなこいようがよっどうっててこことなね。いと。え？確かに。現状変わん隕ない。石降ってこようが楽しむぞ、みたいなな。いいですね、いいですね。まあ、その時に、燃えて死んだしゃあないもん、それ。そうですね。まあ、おっしゃる通りです。ありがとうございます。何や、早終わりたいんか。いや、そんなことはない。そんなことはなくて、何なのかな、僕の中で思うの、そこが結論じゃないと思ってるんですよ。そこじゃなくて、重要なのってもっと先だと思うんですよ。どういうこと？要は、神様って確かにそうなんだけど、その後の実行のところだと思うんですよね、僕は。行動すること、やっぱり。要は、神は神頼みになっちゃうと思うんですよ。まっちゃんが言ってると。違う、神と共に歩むってことですよ。ああ、そういうことか。うん。これ多分そこだと思うんだよね、やっぱり。今の話だと、僕今聞いてて、違うなと思ったのは、神にこう祈る、神と共にあるとなると、本当に神に祈るみたいな感じになっちゃうじゃないですか。うん、祈っ違いてまる、す？祈ってるのは自然ですよ。大自然です。うん。なるほどね。うん。大自然に祈ってるっていう状態ですよ。祈ってるというよりは、そうね。今のまっちゃんの話を聞いててそう感じましたよ。だから、祈るっていうのもまた違うよなって、そうなってくると本当にスピンで見えちゃうよねって。いや、だからその、言葉にすると難しいだけなんです。あのね、ああ、感謝というより敬意です。敬意。大自然。敬意を抱いてるってことですよ。うん。偉大なるものへのな。うん。うん。敬意か。ありがとうございますとか感謝とかそういう軽いもんじゃないですよ。ういや、敬意か。ん。うん。敬意って言われると難しいな。威厳というかな。大きさのな。大きさ。我々には抗えないものっていうものに対する敬意ですよ。尊厳ですわ。ああ、そうういん。うこと。そういう気持ちですよ、やっぱ。うん。うん。まあ、難しい考えねえよ。いや、だでんもだん結分かってくる。構深いじゃないですか。ここって肝だと思ってるんです、結構。素直になりゃ簡単にそうなるんやけど、素直になってないんですよ。なんか知らんけど。ひどい目に遭わんとならんのよ。ひどい目に遭うとなるから。まあ確かに大自然に殺されかけるとそうなるから。大自然か。うん。うん。もうどうしようもないものってあるんですよ、本当に。
抗えないものがあるってことですよね。うん、抗えあない。ります。うんうん、あります。でも、その、抗えないものというのが、その、この間、いただいた、その、パーティーの時でもね、自然にいらっしゃったって、ドクターの先生いらっしゃったじゃないですか。1週間に1回か2回ぐらいは治療を受けてやってるけど、あとは全部、いなうくん。なる、畑やろ。畑をやってるっていううん。ふうな方も言ってますけど、やっぱりその、人間の本質って、自然と共にあるパソコンの前にいることじゃないなというのは思いますけどね、やっぱりね。だからそれは全部100%無理でも、そういうふうに取り入れていってるんです、みんなが今。半分取り入れる形になっていってるんですよ。うん。で、それをと、こう統合していく。統合していくね。会えるっていうんですけどね。うん、会えてしまうんですよ。だから、食なんてまさに大事でしょ？一番大事なテーマは食と健康ですから、教育ですからな。で、やっぱ食べ物大事ですからね。で、そこには大自然があるわけですから。うん。だからそれを統合していかんと、もうどうしようもないことになるんですよ。大自然受け入れそて。れを分かってる人たちは、ああいうお医者さんをそうしていってるだけですよ。もう半分農業やって、半分やる、医者やるみたいな。まあだから本当になんだろう、あれがいい本来の医者のスタイルなんだろうなと僕そう思う。よ。あうん。れが本来の形なんだろうな。本来ですよ。だって人の体を見るってことは自然を見るってことの同じのかな。っそういうてことでしょ？いうふうに僕は認識したんですけど、それ正しいですうん。うん。ね。そんなもん注射打って薬打ってる医者には分からないよ、そんなこと。そんな利権ですからね、ただね。ただ利権医者ですからね。だから、な。そう。少しずつそういう人が出だしてきてるんですよ、今だからな。だからそれはすごく嬉しいなと思いましたね。だでからやっもぱり、変や、でも変やぞ、普通から見ると、だいぶ。まあ変な人は変な人だと思うんですけど、ただ、その普通、じゃあ普通って何なのって話になるじゃないですか、まっちゃんがよく言う。そうそう。いやいやいや、俺が一般に言ってる、それ言ってるのは、まあまあ、まだ8割いますね、みたいなところが、代償言ってるだけの話ですから。これも変わっていきますよ、もう。もう、いたたまれんようになってくるから。あ、もうこんなことやっとってええんかって思うようになってくるから、これ。いや、よくないでしょうね。こんなことやっちゃってもよくないでああ、だからそこにはもう大自然が軸になってるんですよ。うん。でしょ？軸でしょ？これ。作物なんてまさにそうですからな、あれ。あれ、神の力ですからな、あれ、あんなもん。やっぱね。あの地、なんか、苗、種、種からあんなことになんねんからな、あれ。果物も。あれ、神の力としか言いようがないやろ、あれ。まあまあ、確かに。そうでしょ？あれ。ほっとったら勝手にやってんねんから、あれ。たまにそら、たまにそら雑草ね、取ったり、いろんなこと土耕したりするやろうけど、それは人間が手入れなあかんから、うん。でも、ある程度勝手になるじゃないですか、あれ。大根なんてもう勝手に。あれ、神の仕業やぞ、あれ、本当に。いや、本当になんだ、何もしなくても勝手になるものはなりますからね、本当に。うん。だから、そこを理解せんとどうしようもないですよ、これ、多分、本当に。次は、こっから先はもう。やっぱり今、じゃあ自分で回そうとみんなしすぎなんですよね。そういうことなんです。そういうことですよね。だから自分でうん。回そうってするんじゃなくて、委ねるっていうことも大事なんですよ、ある程委度。ねてやるっていうのも大事なんですよね。天にお任せしますっていうのも、ある意味天大事のなところがあ方向る性んにで任すよ。せます、よろしくお願いしますの方まあ、が、そういう感じじゃないですよ。そういう感じじゃなくて、自分のその、なんていうかな。まあ、天にお任せしますっていうのは、神にお任せしますっていうより、その大自然にお任せしますってことですよ、ある意味。そうね。だから大自然が全て語って、そこが、なんだろうな、本当に自分。なあ、どんだけ人間がな、どんだけ人間が偉そうになんじゃかんじゃ機械作ったってな、太陽の恵みには勝てんぞ、太陽の力には、はっきり言っとくけど、何やったって。そういう違意味だう？と、本当そうだよね。あれが、太陽があるから生きてるわけですからな、みんな、生き物が。そうでしょ？昨日ほら、それとつながっててすごく感じたのが、その大阪行ってさ、その恋愛の神様のところに梅田に行ったんですよ。うん。うん。で、あれの辺の周り見ると明らかにもう本当に風俗街が多いんですけど、だからそういった意味でも、そのやっぱりその、なんだろう、風俗街ってトラブルが起きそうなイメージがあるじゃないですか。でも、ああいうところに神社が置いてあることで、そこのところで、内外でどんどんいいエネルギーになって、普通に、なんだ、できるんだろうなーっていうのはすごく感じたんですよね、昨日ね。うん、うん、まあ
それはどうか知らんけど、ただまあ、それはどうか知らんけど、日本の文化っていうのは、その日本の神っていうのはな、お祓いっていうのがあるんですよ、お祓いっていうね。笑いね。うん。まあ、ありこまれすが一ね。番大事ですかな、払い。お笑いと祖先を大事にすることは大事ですね。お祓いっていうのがものすごい大きな、何かな、浄化装置になってるんですよ。浄化装置。それはこっち側の人たちの浄化装置。それとも向こうそう側の。そう、人の内側の浄化装置ですよ。それがお祓いですからな。そのお祓いを司っているのが神社ってだけの話ですな。そうですね。神主であったり全部ね。繋がってますよね、やっぱりね。そう。だから、どうやったって経済活動とか人間が何かすると汚いもんがで、人間の心もそうやしな。そうです汚ね。いもんがこう出るんですよ。車走ったらあの排気ガス出るのと一緒やな。超いいじゃないですか。で、人間ご飯食べたらうんこ出すでしょ。ああいうもの払う。お祓いっていうのは大事なんですよ。何かしようと思うと、どうしても悪、なんていうかな、その善悪っていうのはあるけど、善だけが残るってないんですよ。必ず陰陽と一緒に陰が出てくるんですね。ないですね。それは絶対ないですこね。れを払うっていう行為が神社ですから、あれ。それも行動を起こすなっていうのはね。これは日本独特の考え方ですからな。ね、日本文からな。お祓いするっていうな。でもなんかすごい、こういう話聞いてよかったなと思いますよなね。んか、お前ちょっと今日変な、なんかそんな話になるのかみたいな。お前ちょっとそういう方向に行くかみたいな。でも、こういうのは、好きな人と嫌いな人、真っ二つやろな、でも。でも、まっちゃんの属性の人はそれ好きな人多いと思いますよ。そうかな。この間、いろんな人と交流したじゃないですか。で、交流して初めて、まっちゃんのご友人の人と交流したけど、大体皆さんそんな匂いしてましたよ。どっちかというと、スピ系？系が多いです。特スにピ多い。系？神様系？神様系が多いです。神様系明らな。かに、あそこのエネルギー体全部見ましたけど、僕も感覚で分かっちゃうタイプだから、客観的に見ましたけど、スピ系がほとんどです。まあ、奥様がそうだから。いや、スピじゃないけどな。原理やからな。原何で理も。なんだけど、原理って最終的に聖書じゃないですか。で、聖書って結局宇宙とつながってることから、あれを要素分解するとスピになると僕は思ってますいから。や、違う。今の聖書はこねくり回されてるから、もうあかんよ、あれ。あれ、違う、違う、違あう。れ違うか。全然違う。昔の聖書、昔というか、復元されてない聖書かな。もうその、イエス・キリストの遥か前のやつよ。もっと、神話的なやつですよ、もっと。神話的なものね。もっと遥か前のやつですよ。そんなな、人間が形を変えたら、変えた神みたいなことありえんから、一神教の。さっきも言ったら全員が神の子やねんから。私が神の子ですって来た時点でおかしいって気づけみたいな話や。ありえないやろ、そんな話。でも、スピなのは僕は全然、僕はスピき、あの、否定しないし、推奨もしないタイプのニュートラルでいるんですけど、でもやっぱり大事だと思いますよ、やっぱり人間大の。事ですよ。大事です。大事です。だから、要は、好きな人間の目の前のエネルギーって大事じゃないですか、スピって。それは僕、常に意識してやってますもん。そうです。まっちゃんも、だって、あ、そんな、あだこうだ、みたいな感じで、あ、もう適当にとか言ってと、よく見てるじゃないですか。まっちゃんも相手のスピを見て、相手の状態の感覚を見て、判断して選んでるじゃないですか。いや、そらそうやろ。いや、それそれは猿だ。そうだけど、でも、それ猿だってやるやろ、それ。やりますけど、ただ、そこがスピかって言われると、スピって意識しててやってる人と、意識してやってない違いって絶対ありますよ。だって僕もだって大体頭の中の直感で全部決めますもん。本当に。あ、こういう行動を出すんだったら、この人とつるんで大丈夫だなとか、こういうやり方やるんだったら、この人と遊んで問題ないなとかっていうのを、全部僕も見ますもん、やっぱり。で、外れたらやっぱり、ああ、この程度なのなっていう結論に終わる。バイバイみたいなことは多いですよね。まあなんかようわからない話になったけど、まあ本当、なんかようわからない話になったけど、これからの本当新しさって、そこやからな、軸になってんのは。間違いなくな。もう物質野郎の世界じゃないから。感情の理論とか心の問そ題だったう。りな。もう俺が何が何でも一人だけ溜め込んでやるぜみたいなやつは、もう絶対難しいと思でうよ。も、心と技術があるからいいんですよね。技術がなかったらそれはそれで意味ないし、技術そってう。職人レベルじゃなくて、何でもいいんですけど、自分ができる最大の技術があって、もう一つは、本当にそれを。まあでも、最高の技術の元になってんのって心やぞ。正しい心。AI もそうです。それ、た、
正しい心を持ってないやつには最高の技術なんて無理やって。無理です。はい。芸術なんてまさにそうでしょ、あれ。技術なんて積み上げですから、単純に心がないと続けられません。うん、無理です。でしょ、はい。心ありきなんですよ。だから、もう心ありきじゃない人はちょっと難しいですよ、これ、ほんま。いや、難しいですよ。だから、結局、心がない人は絶対生きていけないような。いまだにまだこういう動画やったら、こういうの見て、そんなことないとか、エビデンスがとか、な？あ、ちなみにね、エビデンスほど使えないものないからと思います、僕も。マラソンな人おるからな。うん。エビデンスほどそういう邪魔なものはないから、大丈夫です。はい、もうやめようぜ、そういう話。うん、やめた方がいいですよ。もうエビデンスが。いやー、全く面白いですね、その通りですね。はい。ちょっともうどうしようもないことになるんじゃうか、もうそういう人ら。なると思いますね。はい。うん、奥さんにも捨てられると思う、子供に。確かに捨てられますね。いやー、おもろいなー。やっぱりまっちゃんなー。まっちゃん の, その思考の能力が大好きですね、俺はね。えいや、まっちゃんはその考え方だったり、考え方のプロセスが好きだと思います。まあ、でもうちの場合な、うちの子供も お父さんが変すぎて困ってるけどな、あいつらも。どうしたらいいやろ、これって。いやー、いいと思うよ。うちの親父、頭おかしいって言ってるわな、やっぱ。まあ、おかしいんだったら、まあ、俺みたいになるなって言えばいいんじゃないですか。ということは、今の若者より俺の方が先言ってるってことやな、あいつら。まあね、それは間違ってないですよ。もう、君たちはまだ古いって言ったらなかな、これ。いやいやいや、実践力が早すぎるんだって、まっちゃんって、普通の人にか。いや、何も考えないで、とりあえず始めてみよう、わーって書いてきて、ああ、こういうもんなのね、掴んで帰ってくるときに、そういう、入れてやるってことが多いかなと思ってます。まあ、今日はちょっと分かれへんようになりましたけど、まあ、本当、陰極まって陽に転ずっていう感じですから、こういう感じですから。いいよ、うん、やって、あとトラブルを楽しもうって、だからトラブルほどいいものがあるって、昨日もね、ね、うん、25万人とか31万人ぐらいの人がですね、運転 見直しで、本当に困ってましたから、この動画がね、少しでも。こんなんな、新幹線のな、職員の人にな、JR の職員の人にな、どうしてくれんだとか言ったってしゃあない話だろ、それ。言ってるやついたよ。で、しつこいクレームばっかり。職員さんもええ迷惑やろ、そんなこと言う。迷惑。いやいや、俺らなんて。どうなってるんだとかな。わしは何時にどっか行かなあかん、どうしてくれるんだとか言われてもな。いや、感謝しろよった。こんな休日出勤ありがとうございます。すいませんって。まあ、俺が職員やったら、まあまあ、お客様と、ね、そんなに慌てなくても、昔の人はみんな歩いてたんですからと。歩けばいかがですかって俺は言ってるよ。まあまあ、だから眠、だから今の現状に満足してる人が多いよ、本当に。要は今のものが当たり前だと思ってる、みんな。そう。それが一番当たり前じゃないんだからさ、今目の前にあるものも当たり前じゃないものを提供してるわけだから、そうそう。これは本当にその部分が必要だなというふうに思いました。そうです。はい。そういう心でいれば、おのずとなんかこう楽しい人生になっていきますよ。はい。今日テーマ何でつけとくんや、これ。神の。テーマはだから、トラブルは成功のものだって思います。ああ。いやいや、富裕層の考えの教えですよ、これだって。だって富裕層の人はみんなトラブルが成功のもとになるじゃないですか。で、トラブルをうまく利用して、それを成功に持っていくのが、僕は富裕層の考え方だと思ってる。こういうのは、幸福は不幸の顔をしてやってくるみたいな。ああ、面白いですね。あ、じゃあその言葉ちょっともらえますか。まあ、本当そうやからな。はい。うん。幸福は幸福そうな顔してけえへんからな、あれ。うん、幸福は不幸から幸福になるからね、確かに、ね。そう、不幸が、うん、不幸があって幸せになる。いいんだ、いい極まって。だから要は、マイナスがあるからプラスに転じるってことだからね。そういうことです。あ、結局それを理屈を知らない人は、それは、常にくれくれくれになっちゃうんですよ。そうそう、だから前の話じゃないけど、幸せになりたいってなるわけよ。そうそうそう。なるわけないやろ、そんなもんと思う。なんない。どこかに。なんやろなんないです。面白いな。どこが幸せの終点ですかってなるやろ。そうです、そうです。陰極まれば、ねえ、だから、なんていうかな、陰極まってように転ず、はい、うん。はい。まっちゃんいいこと言いましたね。幸福はね、不幸の顔してやってくるんですよ、本当、はい。素晴らしい。はい、ということで、締めました。はい。じゃあ今日これまで。またありがとうございます。また来週お願いします。はい。今日の授業はこれまで。授業はこれまでということで、いいねとチャンネル登録してください。あと、コメントの方でですね、皆さんですね、YouTube のコメントの方に、ぜひテーマだったりとか、そういうものをですね、ぜひ載せていただけると、新しいテーマだったりとかあれば、使わせてもらえれば使われる。まあでも、まあ、思ってるけど、これ見てると、ほんま、極もんばっかりやろ。うん。昨日この間、あ、ファンですって言われて、え、ファンなんですねって。あ、見てます。いつも面白いですね。極端なもんばっかりやぞ、これ。ちょっと変わり者多いですね。変わり者多すぎてびっくりしました、昨日。そらそうやろ。うん。
気はもんでええと思う。視聴者はみんな変わり者が多いなと思いつつ、まあでも楽しんでいただいててありがとうございます。頑張って、ますます気はもんを極めるぞ、俺は。そうですね。ぜひ極めてください。それをうまくこう、整え見ながら俺はコントロール。はい、今日は神様の話でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうもです。はい。